なんか面白いものないかなーと思って見てみたけど、全然面白くないわ。ということでやっていきましょうか。バイオウェズン RE3。もう一個は言って、そうだね。ピーっとくって。はい、じゃあやって続きやっていきましょうか。さあ、今回はね、まあなんか前回俺にも、ツアーガイドの役をお渡ししなさいよーとかって言ってきたね。なんか、ね、なんかよくわかんないね。なんか暴走してね、全然走ろうとも歩こうともしない奴がいたからとかしたんだけど。で、なんか、これなんかチラチラっと見たから、なんかこれなんか、もう暗すぎて、あまりにも暗すぎて何書いてるかよくわかんないけど、なんかこれがそのバイオハザード6の、こっちがレオンで、こっちがアダム大統領の手っていうので、で、ディザスターとかでね、なんかいろいろとこう、全然バズらなかった作品なんですよ、なんか皮肉を込めているらしいんですけど、まあ、残念ながらね、バイオハザード RE3 にもバズるどころかね、あまりにもストーリーを省略しすぎて、なんかよくわかんないレジスタンスとかっていうのをやって、それってどうだったのみたいな感じでね、ボッコボコに言われるってことだから、まあ、皮肉を言った作品がさらに皮肉になっていくっていうね、もう皮肉だらけのね、なんか頭テロテロ、ね、頭タロタロ。なぜその女がいる。おいおいおい、おかしいよね。なんか、この女は足手まといになるだけだ。ここサイモン、実はそれズラだった。引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。まあ、いざという時に引き金を引けないっていうね。まあでもさ、人間に対して引き金を引くことができなくてもさ、肝心のさ、襲ってくる奴に対して引き金を引くことさえできればいいんだけど、君ら全員ズラなの。まあ、ズラをかぶれないくらい髪の毛が短いなんか、ズラをかぶった方がいいのにズラをかぶってない、なんか黒豆焦げ茶先輩パート2みたいなやつがいたけどさ、あいつ名前何にしようか。黒丸焦げ茶パイセンでしょ。黒丸焦げ茶パイセンだから、なんだろうな、茶豆茶豆ちゃんぽそうだな。黒丸焦げ茶の方があれだもんな。で、こっちくるっと振り返ると、あー、目の前にいるー。そして避けたのさ。おっぱいぱいしるってと、うわー、乳首は弱いのーって。まあ、乳首あんまり感じない人も珍しいと思うけどね。ということで調べると、これって中身を開けるとなんだろうな。はぁ、弾を持ち込んだら弾が出る。え、ちょっと待って、なんか、すげえ柔軟性高くない？なんかもう、思ったらぶっ広げてんだけど、まあ、そんなこともあったりするよね。じゃあ、でも、やつは確か、電気マッチャージが好きだったはずだから、電気マッチャージもしてあげましょうか。ちょっとここで待ってる間に、まあ僕のね、雑談なんかも聞いてもらえたらな、なんかと思って、ツアーガイドどこ行ったって話なんだけど、まあでもさ、やっぱりちょっと安心安全にお届けするために、ある程度のね、その電気マッサージも必要だったりするんですよ。でも、それはいいんだけど、なんかね、会社の人にバレた。そう、まあ、バレたっていう言い方は正しくないな。まあ、僕こんなんやってるんすよって普通にね、ブルーホースって名前で検索してみたら、バイハザードでなんか、ひたすら、なんか絶叫したり、皮肉言ったりとかしてるのはありますけど、ビリ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 しねえのかよ、ビリビリ。あれ、どこ行った？ああ、お帰り。お帰りなさーい。あ、ちょっと、なんかさっきの爆風ってやられて、ぬおー気持ちいい。やっぱり電気マッサージが一番効くんだな。うん。で、ここら辺にある、あ、なんかビープって言って、そう。でさ、普段まあ会社で結構そのなんて言ったらいいだろうな。まあまあ別にこんなテンションでやってるわけじゃない。まあ会社でこんなテンションで仕事したら本当にただの頭いかれてんち野郎だから、そう。だからもう最初からさ、はい、皆さんこんにちは、ブルーホースです。さあ今日もやってみましょう。バイオハザード、なんとかかんとかとかって言ったらさ、もうなんかもう、のっけからもうなんかキャラが違いすぎてびっくり散らかしてって、皆さんなんかそんなこと言われたっていうね。ああ、普通にブーン。やばい、早く来ないと、電気ビリビリ野郎がお尻を掴んで、ひゃーっつって、桃尻ゲットっつってね、桃は夏の季節だから今12月が食べちゃダメーっつって。さあ、降りようか。ヒューマン。うん。よし、で、くるっと折り返る。Wait a minute。というわけで、あれですね、アプリのクラッシュによってちょっと一旦一時中断してしまったんですけど、また戻ってきましたということで、再開したら超びっくりした。急にさ、ネメシスから逃げるところから始まったからさ、もうこの真後ろにネメシスがいて、いきなりかいみたいなね、なんかね、なんでそんな状態なんねみたいなね、もうちょっとこうね、こう、ムービーから始まるとかさ、せめてここに降りてきたところから始めるとか、そういうことをしてくれてたらね、よかったんですけど、これちなみにダラダラしたら上から、ヒューって感じ。さすがに隙間から落ちてくるほどね、やわな体じゃないし、小さい体でもないよね。うわーだね、うわーでん、そう。でもね、みんなこれだけ聞いて、僕もね、こんななんか真夜中にさ、嫁さんがと娘ちゃんが寝静まった後にさ、ベラベラこんなテンションでさ、なんか謎にさ、うえーとかでやったりとかしてるけど、昼、日中はちゃんとね、ちゃんと仕事してるから、うちの会社1万人くらいいる、1万人はいないけど、1万人近くいるような、結構大きな会社で、まあ結構でもないか、まあ一般的には大手と呼ばれるような会社でちゃんとね、仕事しててね、でね、8月とかね、にはね、全社員に、全社員というか、まあ全営業マンに向けてね、事例をね、
あの発表するっていうね、まあ、何百万人とかっていう、なんで増えてんねん、なんで全社員よりも営業の数だけが増えてんねん、そのおかしいおかしい、何を言いたかった、そうそうそう、全社員の前でね、あのこんな事例がありましたっていうことに、ね、なんかこうなもう何十万案件とかってある中でね、こう一人こう発表させてもらうようなね、まあ、一応そういう意味ではあのプチ優秀社員かもしれないっていうところね、うんうんうん、まあかつてはね、あの200人だか100人だかっていうね、あの中小企業にあの2社ほど勤めてましたけど、まあ、その時はね、まあ、ね一応ね全国で1位取ったりとかってもやったりとかしてたんだけど、まあ、それとは、ね、クラブにならない規模のところでね、今ね働いたりとかして、あれがこっち向こう側で燃えてるんだよね。さあということで早速やっていきましょうかね。続きに今なんか引っかかってちょっと怖いなーってことで、こっちからさ、なんかさラジバンダリーとかって、なんか見えない壁に阻まれてますね、残念ながらね、うん、あそこの消火器をバーンと破壊するとね、なんとも起こらないんだよね。うわで、とこっちチラッと見て、こっちラッと、こっちをチラッと見てっていうのを略してこっちらって言うんだけど、知らない、なんかこっち亀みたいな状態になってるね。で、こっちくるっと降りて、うわー。これさ、落ちていくところを見ると、これ本当に落ちてくるのかな？あ、すごい、引っかかってる。あ、結構リアルー！ちょっと待ってー、降りるつもりなかったのに上から落ちてくるかな？あれ、どこ行ったんだ？あ、ちゃんと落ちてきてる。へぇー。で、ここに落ちてきて、このなんかプチ滝みたいなところで存在がなくなるって、あ、なんかこれ面白いな。人のお手手とか落ちてこないかな。そんな恐ろしいことはさすがにないの。うわぁ、へぇ。結構リアルっすね。なんか滝、あ、なんかあれだ。あそこにある、あ、引っかかってるけど、あの、ジュラシックパークに出てくるネドリーが、ね、あの、渡すことができなかった缶みたいな状態になってるけど。わこうなってさすがに汚ねえな。だね。こっち登ってっても仕方がないから、とりあえずこっちから行きましょうか。ここもね、お流れするかどうかって言ったらお流れしないんですよね。ああ、拾って。で、こっち行こうとすると、なんか恐竜がウェーとかドーンって出てくるから、まあ奥の方で、まあ燃え散らかしてくれて、あれ？うわぁ、もう行くしゃん、お前初めから歩いてくるんかと思ったら、なんか恐竜がうわーって。これちなみに、こいつさ、こっち行ったらどんどんどん、なんなのあいつって、え、ちょっと待って、あれなんか喋るシーンとかなかったっけ？わぁ、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 リザードマン、トカゲ、攻撃力 C。あ、なんか上から落ちてる。これちなみに、チラッと、あ、チラッと見たら、降りてこないんかーい。これでもう安心安全。さあ皆さんこれで安心。あーなんかつららができてる。え、9月のアメリカ西西部だろうね。よくわかんない。あー尻尾プルッティ。でもなーこれでなんかできるやつがないんだよな。なんかあれなんかこう地味にダメージ受けてね。あれなんかダメージ受けるようなことしたっけ？踏みつかれた後何も特にしなかった気がするんだけど。こっち。あいつを無視してこっちに行こうとすると。奥から登場するよね。そりゃそうるよね。で、こっちに行こうとすると、溜まれてるから、とりあえず、こいつは上。なんだろうな、ツアーガイドさんなのにさ、ちょっと本気でビビってるよね。あ、でも、肉プルンしてる。プルンプルン。プルンプルン。はい、よしよし。うわー、花びらー、ビラビラー。ビラビラはちょっとあれだな。あんま良くないかもしれないな。あ、行動範囲が広い。意外に。こっちを、チラッと、チラッと、あ、うえービラビラーって。こっちまで来るとさすがに。ああ、でもあれだね。普通についてくるな。普通についてくるから、こっちラッとしといて。発射準備オーライドゥーンもう一丁ドゥーンこれでなんとかなった。でもな、あいつな、戻るときだけスピードが速いんだよな。あれ戻ったな、あれ。うわーこれ嫌な予感がするよね。あそこで肉片になってきてるさ、これ、ドゥーンって。なんかどえ、ああ。ミキプルン。ミキプルンになったらまれなんだな。よし。じゃあ、こっち行って、あれ、何なんだよってな。あれなんだよねって何なんだよって話だよね。まあ、この冷蔵庫もね、あれだよね、バイオ7、バイオ RE2 でここに移植してきているっていうね、もうあの、カプコンさんのね、得意のあれだよ、使い回しっていう術がね、もう発動されてる。すごいね、ここにもセーブポイントがあって、結構あれだよ、優しい仕様だよね。グローライブランチュー。で、ガンショップ剣道からの送り状。で、これは、ああ、飼育西か。ああ、あれだ、ラブコールだ。ラブ、ピピピ、ラブピピピー。で、こっち、ポッと開けて、まあ、ここら辺はね、まあ、またあとね、あの、使うタイミングがいつかどこかで来るであろうというところだから、じゃあ、こっちの方登っていくと、登るのって、あのね、適当に喋りすぎてね、日本語がむっちゃくちゃになってる。で、こっち戻って、まあ、でもね、ここで別に紹介するところなんもないからね、みんなもだって臭いでしょ。ずーっとこんなところにいたらね、うん。まあ、とりあえずあの、電気が切れてるっていうことだけは、なんかわかるんだろうなーって気がするけど。で、こっちにゆるん、あれあれ
あ、帰りか。帰りニュルルンニュルルンニュルピピピってこっちの方に向かおうとすると下からあれ？なんか飛んでくるのかな。これちなみにさ、こっち、あいつでもね、一撃必殺モイピピピなんだよな。これ追い詰められる？追い詰められそうだね。追い詰められそう？あ、ちょっと待って、ちょっと。ちょっと待って、で、こいつは沈んだ状態のまま、今度はキーンが奴にやられた。2週間前に消えたビル。え、2週間ビルか。ビルカーライトみたいな、あの、ビルね。はい。で、誰だよ、ビルカーライト。で、卑怯なタイル野郎め。で、おー、散ってる、キャー！ちょっと私を食べさせることはできないから、もう、なんだろう。弾あげるわ。私持ってないけど、弾。そうなんで。なんかさ、あの、こんなこと起こるのっていう感じ。あれ、これピョンって、あれ、下からピョンって飛んでる。あ、こっちじゃないのか、あっちか。とか、残念。まあね、もう下水道の中をね、やっぱり、てか下水道の中をさ、こうコロ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 転がっていた後にさ、あの、一個もシャワーとか浴びないまま状態でさ、あの、病院とかに連れてかれたりとかしたけどさ、普通にくせえよな。うん、まあ、レディに言うことじゃないんだろうけどさ。ということでさ、研究所やってまいりましたんで、ここはゆっくりとね、見ていきましょうか。サーバーが、これサーバーでいいのかな？まあ、がありますと。で、ここの中から、まあ、いろいろとね、クレーンゲームでピピって操作したらね、アームが弱すぎて、全然ね、あの、中にある試験管ベイビーを取ることができないということで、まあ、それでブチ切れているということでございますね。うちの娘もね、あの、ゲーセンで遊んだりとかするとね、あの、取れないって、ああ、残念って言ってくるんでね、まあ、なんか残念って言われると、なんか取れるまでやっちゃうよっていうのがパパの差がみたいなね、ところがあるんですよね。で、ここにあの、フラスコがあってね、で、あの、これ全部ね、あの、レッドハーブをね、調合したやつですね。レッドハーブにあのデスソースを混ぜてみましたっていう、そんな感じ。簡単なお仕事ですね。で、こっち、チラッと開けると、ガンパウダーがあって、で、これは、こちょこちょ、あ、こちょこちょ、あ、こちょ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 、くる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 、ペキン。炸裂なんですか。うん。で、これは、ちょっと待って。二つ組み合わせます。炸裂 B と組み合わせると、焼夷弾。で、炸裂 A 同士だと、炸裂弾。え？何言ってんの？でこれ、ほんとどこにでもあるよね、この一枚破られて。これ何が書いてあったかっていうの気になるね。ザ、なんとかラクーン。で、デイタリーって書いてあるかな。で、ブートキャンプ。サクある男のラブレター。このラブレター、ほんとにね、あのね、心の底から気持ち悪いラブレターだからね。で、これは爆発、なんかあれだね、あの、ビールダル、なんかあの、18年使ったら結構綺麗だったみたいな、安心して飲みませんって。They killed him.あれこの本ってさ、この本なんかどっかで見たぞ。They killed him って。どこで見たんだっけ？あれ、ジルの家だっけ？まあまあ、本くらいどこにでもあるわな。で、クリエイターズ、行こう。うん。クリエイターズなんちゃら。で、こっちとかは、これあれだね、ズームしたりとかしたらな、ここなんかこう、チラチラチラ。平成ジャンプって書いてあるね。うん。おめでとう。唯一。ジャニーズの中からバイオハザードに登場することができた作品、グループでございます。で、こっちは、通されているから来れないと。だいたいぬるぬるしすぎなのよ。ダメよ、ほんとに。ぬるっと。おーあれ違う。燃え燃えピピピもある。あれおかしい。あれちょっと、あのね、普通にも爆発させられたけど、なんかちょっとね、こう構えるじゃん。あ、今できんのか。なんであれさっきなんか普通に撃とうとしたら、あの、武装解除勝手にしてどっか飛んでちゃったんだけど。ほい。よいしょー。ビーン。プル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 。ワンちゃんか。おー、だから、バカちゃん、ちょっとバカ。自分から向かっていってサバ折りされたくないでしょ？サバ折りピピピなんだから、こいつは。うん。カヤコじゃなくて、カヤコはあれだ、ジオンだ。なんだったっけなー、忘れちゃったなー、あの、四国っていう映画があるんすよ。四国っていう映画に出てくる女の子のね、殺し方がね、なんかね、あの、呪いとかじゃなくてね、なぜかサバ折りっていうね、あの、お化けとはって考えさせる、なんか物体的殺し方になってんだよなー。で、こっちからピョインと飛んでくるんで、痛い。で、こっち戻ろうとするじゃん。で、戻るじゃん。タムロック。で、こいつが確か、なんか、ドア開けて、わーとかってやってくるんだよ。ね、ほら。おー、気を口ですねー。どっか行け。で、違う。開けるとここのロックが、バッテリーパック。ね、バッテリーパックって重いよね。うちもさ、あの、電動自転車をね、まあ、1年半前くらいに買ったんですよ。やっぱ、ね、嫁さんに楽してほしいなと思って、うん、結構したよ。しかも、あの、ポイント貯めるために現金で買ったからね。
その場でキャッシュでっつってね、財布に20万入れる気持ちよ。で、そんなのはどうでもいいんだけど、まあ、買ってね、まあ、バッテリーパックがなんか何よりもこう重いっていうね。で、ここの時刻は12時半。うん。で、何月かわからないけど、とりあえずなんかセプテンブー。で、どこにでもあるゴーグル。まあ、多分ゴーグルがないとね、目にまさか入ってしまった。あ、ミルキーはママの味。え？これなんだろう？飲んでから行けよ。で、ここにもゼイキルと、でもさ、このさ、クリエイターズなんとかとさ、ゼイキルドヒムってことさ、この本の一式がさ、また多分さっきのあの研究所のところにもあったんだろうな。わあ、もうそのまま一式持っていくっていうのはちょっといかがなものかなと思ったりするんですけどね。そこら辺の並びをちょこちょこっと変えるだけでもやっぱなんか工夫があったりとか、なんかこう僕みたいにね、なんかねちっこくいろいろと見ていくようなパターン、違うんですよ。あれ拾い忘れてるんですよ。とねちっこくするようなね、タイプのあの、ゲーマーだったとしたらさ、うわ、これまた同じの被ってるやんけ、とかって変な、謎のね、なんも、うつ、いっこしねちっこいツッコミとか受けることになっちゃうからさ、そういうちょっとカムフラージュみたいなことをなんかどっかで考えてできたらさらに良かったんじゃなかろうかって、そんなことはどうでもいいんですよね。じゃあ、こっち向かっていきましょう。まあね、もうあの、ナンバリングタイトルももうそろそろ終わりみたいな、ないんで終わりますみたいな、噂が流れたりとかさ、なんかそんな、いろいろやったりやったりとかするけど、まあまあ、結局バイアザルってさ、もういろいろ楽しければ何でもいいんですよ。って言いながらね、今、もう5月に発売したティアキンをね、嫁さんとね、シコシコとやったりとかしてるんですけどね。ということでさ、こっちやっていきましょう。ワーニングキープアウトつって。で、こっちをブルッと行くと、あれ、ここも見てくるんでなかった？あそこないのか。で、こっちで行くと、あれですよ。また陰謀野郎がね、頭トゥルトゥル陰謀野郎がね、頭トゥルトゥルで陰謀野郎でもよくわからないよね。パニックだわ。で、こっちで、こう、なんかいろいろ見て、もう特になったげだから、じゃあ、こんなところで牛乳飲んでるやってるぞ。牛乳。なんか、なんて書いてあるんだろう。とりあえず、混ぜるな、危険っていうことだけはわからない。で、これ先に、ああ、いっちゃった。打ち上げ花火。これで、あ、降りれない。降りたいけど降りれない。うえ。頭掴んで。ここでね、頭掴んでさ、投げる優しさだよね。あなたの握力だったら、このまま潰せるんじゃないかって思うんだけど、気のせい。うわあ、燃やされるー。よいしょ。ちなみにこいつはギュイン。よしあ、ちゃ、やばい。おお、すごい。一瞬だ。秒で。え？あいつもしかして倒れない？あ、この状態だと無敵だってか。この野郎。操作さ。あ、やばい。やばい。付き合ってらんない。あんなやつに付き合ってらんない。こっち向かって。おい、倒れるよ。ウィーン、直接ぶち込んでやるぜ卵。こっち向か、ああ、めっちゃ向かってきてるわ。めっちゃ向かってきてるわ。ああ、でも全然あれだね。まあ、こっちが燃えてもさ、でも、いや、こっちは燃えたら普通にダメージ食らってるんですよ。あいつなんで？あいつなんで倒れねえんだよ。おかしくね？うえで、倒れます。で、秒で復活すんじゃん。もうダメだ。相手してらんない。おります。殺し、あっちガン。よし、じゃあ行こう。こんなやつ相手に知られないっす。で、ここのビル内は、なんか、時間が経ったら入ってくるとかなのかな？そんなことはないのかな？これなんだろうね。あれだ、なんか重さだ。なんか、で、風に飛ばされないようにとかしてる、なんかそういう系のやつなんじゃなかろうか。ここら辺は一旦預けの、ランデブーして、で、回復薬が欲しいんだけど、アイテムがあまりにも多すぎて仕方がないという。ああ、これ拾ってからにしようかって。よいしょ。で、回復アイテムで。これでさ、あいつの頭、吹っ飛んだネジをさ、ギュインギュインしてやったらいいんじゃないの？ふん。なんでギュインギュイン。はい。じゃあ、まあ、この先ね、楽しみたいなというところではあるんですけれども、まあ、ボス戦は、そうだ。まあいいか。ボス戦の手前でまたあれがあるから、ボス戦で、ね、やっぱりね、これでボコボコやったら面白くないかなというふうに思うんで、まあ、それ楽しめるアイテムをね、用意した状態で、一旦終わりにしたいというふうに思います。ということでね、今回も最後までツアーガイドご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまたお会いいたしましょう。まあ、こんな感じでね、プルン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 、プルンプルン、なんでやねん。走った状態じゃん。プルプルしてくれないのかな。プルン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 。いや、それただ痙攣してるだけやっちょに。はい。まあ、くだらないこと言ってんで、さっさと終わりましょう。じゃあ、次回、ボス戦やっていきたいと思いますんで、
よろしく。ではまたね。バイバイ。